はい、どうも、たくみです。プロスピースやっていきたいと思います。ということで、今回なんですけども、だいぶ遅れてはしまったんですけども、ベストナイン&タイトルホルダーの第2弾ですね。こちらの方の S ランク契約書を引いていきたいと思います。前回のイベントのやつですね。まあ、ちょっと終わっちゃって、2日3日ぐらい経っちゃったんですけども、まあ、一応終わらせてあるので、引いていきたいと思います。で、狙いは、まあもちろん、こっちか。この山田選手を狙っていきたいと思います。で、ちなみにこのね、60連目、90連目かな。ちょっとね、引くのやめようかなって思ってますね。今のところは。まあここでね、まあ出なかったとしても多分引かないと思うんだけど、まあ侍もね、山田選手の方に関しては控えてるはずなので、多分侍出るはずなんで、まあ毎年出てるからね。まあそっちでね、狙って、でもいいのかなっていうので、まあちょっとここは一旦まあ無理して追わなくてもいいのかなっていう感じでは思ってるんで、まあ多分引かない感じにはなるかなと思います。まああとはね、第2弾のメンツがね、ちょっとね、僕のオーダーにはあんまり入る選手がいないかなっていう、まあ結構極みで持ってる人もいるんだけど、まああんまりちょっと持ってない A ランクをね、選手もいるので、まあ、だったら侍の方にかけてみて、侍の山田選手と一緒に出る選手で、結構僕がね、極みで持ってる選手多かったら、そっちの方がいいかなっていうので、まあ、来てみないとわかんないから、結果はね、第2弾、こっちを引いてた方が良かったってなる可能性はあるけど、まあ、今回はちょっと一旦見逃そうかなと思ってます。では、引いていきたいと思います。一応、まあ、言うと、30連で山川選手の方は出てますんで、まあ、そこ以外、だったらまあ OK です。山川選手以外なら OK です。で、まあ一番は山田選手。で、その次で、まあ極みで持ってるような選手だったり、A ランクがね、5個、うん、ある選手がいいかなっていう感じ。有原選手はね、最近結構 A ランク出て、数えたら4つあったんで、原突4回いけるんで、まあ結構いいかなっていう感じではある。あとは大野選手とか、まあそこら辺の、まあ、あとちょっとでいけるよって選手もいいかな。では、引きたいと思います。行きましょう。はい。さあ、結構ね、温めましたからね。もっと前に引きたかったんだけど、まあ、ちょっと動画撮れる時間がなくて、まあ、こんな、ちょっと遅くなっちゃったんだけど、さあ、楽しみにしてた。第2弾。いやー、甲斐選手か。いやー、そこか。一番微妙っちゃ微妙なところかな。極みでも持ってないからな、多分。A ランクそんな持ってないはずなんで。またキャッチャーに関して言えば城島選手いるから。あとベンチ変えるかって言われてもね、極みで持ってて。どうだろうな。スピリッツを優先するか、能力を優先するかっていう感じでしょ。スピリッツをプラス100する代わりに能力は、ちょっと下がっちゃうよっていうね。まあ、肩とか見たらね、まあ、甲斐選手の方がいいっていうパターンはありますけど、城島選手は平均的に高いはずなんで、肩とかスローイングとか。まあ、それを考えるとどうなのかなっていう感じではあるかな。ちょっと絞ってみますか。A ランクが2つか。で、S ランクが多分一応持ってるので、まあ、トツ3はいけるかなって感じかな、多分。あ、そうですね。トツ3ですね。まで、かな、いけるとしても。なんで、まあ、今後の A ランクの出次第かな。まあ、言ってね、トツ3はいってるから、まあ、あと1さえできれば、スピリッツ3200は上回ってくるはずなんで、まあ、オーダーに、入れる可能性は出てくるかなっていう感じではあるんで、 A ランク全然持ってない選手に比べたらまあ良かったかなって感じではあるけど、ちょっとね、山田選手期待してたからね、やっぱり。まあね、なかなかそう簡単に引けないけど、まあよりによって極みで持ってない選手かっていう、極みで持ってる選手だったら絶対オーダーに入ってくるんで、まあ良かったんだけど、よりによってね、その薄い方を引いてしまったかなっていう感じ。まあ、今回60、90ね、ちょっとやめようかなって思ってたから、それでここはね、ちょっと、あーって感じだったかな。まあ、仕方ないけどね。まあ、ちょっとオーダーに関しては、まあ、今後試行錯誤って感じかな。まあ、まずは極みにしてからかな。極み、もしくは突4にしてからって感じではありますけど。
まあ、とりあえず育成はしておこうかなと思います。はい、という感じでご視聴いただきありがとうございました。まあ、皆さんのねベスト9タイトルホルダー第2弾のね契約書だったりとか、まあ、30、60、90引いたとかいうね人いましたら、よかったらコメントでお待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。